皆さんこんにちは、みのチャンネルのみのわです、ということでですね、前回といってもずいぶん前なんですよ、今日はですね2022年9月の4日で、もう1ヶ月以上前に土地を買ったんです。3億円、ね、ちょっと場所はまだ伏せておこうかな。えらい都心です。渋谷からもう車で10分ぐらいのところですね。さあそこに1億5000万ぐらいの上物を載せようと思ってます。でどうやってビルを買うのか、ビルを作るのかっていうのをご覧になっていただければなと思ってるんですが、今日はこれから金融機関が来ます。土地を購入してから1ヶ月後に金融機関が来る。これどういうことかということですね。この1ヶ月の間に私は大手の銀行、都銀と言われる銀行2行、そして市銀と言われるちょっと地方の銀行1行、ここに話を持ちかけました。4億5000万総額かかるんだけど、お宅の銀行だったらいくら出せる、利回りは何パーセント、何年ローンっていうことで条件を出してもらったら、大手の2つのうちの1つは話にならないぐらい今はお金が出ませんでした。何銀行ってのはちょっと伏せておいた方がいいかなと思います。ちょっとそれやめておきましょうね。今残ったのが大手銀行 A 社、地銀の B 社、 B 行 A と B2 つ残ってるんですね。で、もう1週間前に実を言うと9月の末にですね1社に決めました。地銀の方に決めたんです。何の差があったかっていうと、今大手の銀行は不動産の土地は今マックスで上がっていて、土地が上がってて値段が上がっていて、こんなに高いんじゃこれから下がっていくんじゃないかなっていう読みがあるみたいです。ちょっと下がっていく、だから担保と言われる3億円の土地に対して出せる金額がもうちょっと低い、本当は3億の価値がないよ、もしかしたら2億5000万下手したら2億円の価値しかないんじゃないのっていう読みでの融資を考えているので、あんまり金額が出なかった。でまあそれも地銀もそうなんですけどね、ほとんどの差数千万円しか違わないんですけど、それが一つ。あと金利、変動金利、これも後で発表しますけど、変動固定2つありますよね。今アメリカの金利がどんどん上がっていく、日本はまだ金利は低金利のマイナス金利のままずっと言ってるわけです。マイナス金利ってどういうことかというと、まあ、日銀さんから普通の銀行がお金を借りるときになんと金利マイナス金利ってよくわかんないですよね。金利がつくことをプラスでお金が支払い利息が出るのに、マイナス金利っていうのはなんかよくわかんないですよ。預けてる方がお金払わなきゃいけないってよくわかんないような状態になってしまうんですけど、もうその状態っていうことなんですが、黒田総裁、日銀の総裁が今度変わりますよね。来年ぐらいに変わったら金利が上がってくるんじゃないかっていう予測をしているので、固定金利にするとすごい高いんですよ。 1. 何パーセントっていうところまでいっちゃうんです。でそれが変動金利だと今はめちゃくちゃ低い金利の時代ですから、ものすごい低い 0. 何パーセントっていう金額でいけるということなんですね。これがごくごく差、もういっちゃおうかな。 A 行は、大手の A 行は 0.5 の真ん中辺だ、0.5 の真ん中辺の金利。なんとですね、地銀さんは 0.5 を割ってきました。まあ変動ですけどね。ということで今日は地銀さんと来週融資の契約をするにあたっての前準備ということで、これから話が入るということで、今銀行員を待ってる状態です。はい、ということで今地銀さんが、 B 行がですね帰ってきました。これはですね3日後にもう1回打ち合わせじゃない、今度契約ですね。10月の14日に、物件引き渡しで、そこでお金を売り手さんに渡し、司法書士の先生が名義を変えるみたいな手続きが14日にあるので、それは銀行でやります。地銀さんの事務所っていうか、この銀行の中ですけど、なんかちょっと個室みたいなところを借りてやるんですね、多分ね。まだ行ったことない。実を言うとですね、その地銀さん、私一歩も踏み込んだことがない視点なんですよ。それでもお金が借りられるってよくわけわかんないような状況なんですけど、まあそういう形で今何を準備して、これから行けばいいかっていう必要書類、提出する書類のですね下準備を享受いただいたっていうのが今日でした。そしてまた次
今度はですね、その不動産、を買うにあたっては売り側の不動産屋さんと買う方の不動産屋さんと両方が必要なわけですよね。一緒の場合もあるんですけど、今回、私がその物件を購入するにあたって動いていただいている不動産屋さんはですね、ちょっと、はい、ランド S の佐藤社長、よろしくします。ちょっと初出でございます、はい、はい、よろしくお願いします。私が出てもいいのかって、実を言うとですね、今まで小さいお仕事を少しお願いはしていたんですが、今回初めて、はい、ちょっと大きいお仕事をお願い、はいはい、うん、バイバイですね、賃貸ばかりだったんで、すいません、お願いができてですね、私も本当に良かったなっていうふうに思うんですけど、ありがとうございます。ちょっとランド S 簡単に説明いただくと、っていうかまだあれですよね、独立されて、そうですね、まだ1年半ぐらいですかね。1年半ぐらいですよね、はい、でも前にいた会社の時からの私とのお付き合いで、はい、そのままちょっと継続して、はい、独立されても、お付き合い長く続いているということでございますね、はいはい、今までに不動産っていうものを歴史、不動産屋さんの歴史、佐藤さん、ずいぶん長いと思うんですけど、何年ぐらいでしたっけ？もう23年とか。23年、はい、あ、長いですね、はい、もうだいぶ、もう20歳過ぎたぐらいからもずっと不動産1本で。あ、そうですか、1本ですか、はい、うわー、もうだからですね、何でも知ってるし、全部知ってるし、普通の仲介の不動産屋さんではやらないところまで動いています、はい、これは私がもう本当に、うん、実証して、言えるところ です。こんなに身動きの軽い方がいたらですね、売る方も買う方もとても心強い。あ、そう言っていただけると、はい、嬉しいです、はい、というふうに私は思ってますんで、はい、また今後ですね、事業拡大等ありましたらですね、はい、ちょっともう一回 YouTube 出ていただきたいなと思うんですが、今日は来ていただいたのは、今日何でしたっけ？今日はですね、はい、同意書という形で、はい、隣地との、境界線上にですね、いくつか越境しているものがありまして、はい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 、それを売り主様の方で解消していただくっていう内容の覚書となっています。なるほど、はい、今の分かりました？あれですよ、隣地って分かります？土地を買ったんですけど、その周りの、建物がちょびっとだけ越境、出張ってる、出張ってるのも実は言うと、この間一緒に見に行ったんですけど、エアコンとか、あと、室外機とか、あと横のフェンス、ネットですかね、はい、ネットですね、が、本当にセンチで表したら数センチ、ミリですね、もうミリですよね。それをもですね、なんと見に行って全部コントロールしてくれるっていう、そういう仕事までしてくれてるんですよ。それの売り主と隣地の方、売り主っていうのは今土地持ってる方と隣のビルの方たちと話し合って、もしも隣周りがビル建て替えた時にはもう越境しないでねみたいな打ち合わせが済んでるのを、それを継承して今度買う方、私が継承して、それも、同意も引き継いでいきますよみたいな、そういうようなことでいいですかね？そうですね、はいはい、あとは今回その売り主様は結構しっかりした会社さんはですね、うん、通常ここまではやらないんですけれど、やっぱりの契約もいろいろと調べていただいて、はい、私もいろいろ見ながらやって、はい、買い主様が気になるであろうっていう場所を一つ一つ拾って、今回同意書って形で結ぶような形を取っているので、買われた後も大変なんですよ、ご安心していただけるような、はい、売り主様も物件も安心できるという、売る方はとても、実は言うと年金の入った方なのかな、不動産もう昔からあるような不動産業者さんですね。そうですよね、はい、だからちょっと新手のじゃなくてですね、ちょっと信用を受ける地元の、いい感じだったんですね。ということで、その同意書というのを今これから夏にしようかなというふうに思ってます、うん。